グレードオンサイトミラーレッドポイント5段競技レースボルダリングジャパンカップ2011年15位ボルダリングジャパンカップ2012年10位予選競技6選手が同時に課題に取り付く瞬間が訪れました。進行としては選手は向かって右側から左側の課題へとどんどん進んできています。さあ最初に競技を終えた選手はどの選手でしょうか。素晴らしい登りです。